歌舞伎町一大勢力 KG プロデュース、その姉妹グループであるグループ9から1000万プレイヤーを多数輩出するボーチェ、そしてプレオープン中の2号店トリコ。今回その両店舗のプロデューサーである桜井ヒロが一押しする注目のホスト2名が初トーク。いちかあゆむ、桜の恋、来年必ず注目を浴びるであろうイケメンホスト2人にスポットを当てた。あ、売り上げですか。ちょっといやらしい話になっちゃう。全然 OK です。反抗とかしてない。してないしてないです。してないです。そうっすね。あ、俺これ聞きたかったんだよね。経験人数。ちょっとやべえっす。新店トリコの店内からお届けします。トリコはね、新店ということでね、すごい内装もやっぱ綺麗だしっていうところと、まあ、やっぱり、まあ、未経験からでもね、やっぱ売れてるキャストがいるっていうところがやっぱ強みじゃないかなっていう。めっちゃ綺麗ですね。ね。一回退入でさせてもらったんですけど。うん、あ、そっか、退入。そう。これプロデューサーが全部、ね、監修だったんですよね。ね、って言ってたよね。すごいっすね。すごい綺麗だよね。3月にね、そう、グランドオープンしちゃう。ここしか見れてない。ここしか見れてないです。そうそう。めっちゃ綺麗だよ。めっちゃ綺麗です。ね。ああ。ちょくちょくですよ。給料。給料ミーティングぐらいだよね。ね、給料ミーティングで、まあ。月か合うか合わないかですよ、ね。そうだよね。いや、初めてです。初めてだね。ちょっと緊張するよね。緊張します。ね。でもなんかすごい意識してた。マジですか？そう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 。ありがたいです。意識していただいて。いや、嬉しいよね。一番勢いに乗ってるから。僕も上の人に、これからのライブは恋だぞって言われてる。そっかそっか。これからよろしくお願いします。イケメンってこと。あ、やばい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 。あ、でもすぐ官房補佐になっちゃったから。あ、そこっすかね。そうだよね。先月まであのグループ9で僕がその最速だったんだよね、はい、でも抜かれちゃったね。今月なったんですね。あ、僕抜けたんすか。そう、多分僕、あれだよね、4ヶ月で。多分、そうっすね、4ヶ月ぐらい。そうだよね、4ヶ月はね、多分最速だと思う。それかな、それかな。あるっす。お、他の隊にもちょっと行かせてもらったんですけど、うん、もう雰囲気で分かったんですよ、アットホームだなって。あー、なんか楽しく仕事ができそうだなと思ってボーチェを選びました。なるほどね、はい。あ、でもね、俺結構ね、じゃあ真逆かも。真逆なんすか。うん。で、俺ね、結構ね、主役になりたかったから、うん、そう、新店だからさ、なんか、主役になれるかなって思って、選んだ。そう、真逆だね。真逆っす。真逆だね。正解でしたもん、ポーチ。そう、そうだね。お互い、正解。お互い、確かにね。完全無経験。あ、完全無経験か。完全な。おー、僕はあの、池袋で。あ、知ってたんですか。あ、そうそうそう。ちょっとだけ。やってて、ただ歌舞伎自体を始めて。そう。うん。本当にホスト歴僕4ヶ月。あ、4ヶ月。4ヶ月です。あれ、僕は多分、ホスト歴で言ったら、今、10ヶ月、11ヶ月ぐらい。あ、売り上げですか。ちょっといやらしい話になっちゃうね。全然 OK です。いやらしい。売り上げで言ったら、でも、10倍から10倍ぐらいじゃない。あ、そうなんですね。うん。ピー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 だね、これはね。あ、もう本当にトリコに来て1ヶ月目で結構変わったかな。なんか結構言われるんだよね、なんかそのボーチェのあの先輩とかにもさ、歩夢くん今これぐらいだよとか、あとまあそれこそプロデューサーとかこれぐらい言ってるよなって言われると、やっぱちょっと意識はするよ ね、 ね、やっぱりね。まあでも俺まだ一回も負けてないからね、売り上げで。まだ、まだね。やば、俺ちょっとなんか悪い人になっちゃう。ちょっと悪い人に映っちゃうね。いやもう勝ち、マジで勝ちたいですね。でいやーそうだね。ちょっと負ける気はないから。来年です。ああそうだね。来年でも勝負したいよね。ちょっとバチバチにね。仲良く。仲良くバチバチに。はい。なんかこれを機にちょっとこうご飯とかで。行きたいです。
来たよね。行こうよ。行こう行こう行こう。ごちそうさまや。ごちそうさまです。売れてるんで。おもろいな。え、ボーチェってさ、幹部がやっぱり多いじゃん。はい。で、総支配人から、まあ、幹部補佐まではいる状態じゃん。そうっす。その教育体制って、どんな感じなの？例えばその営業前にミーティングやったりとか、チームで思ってたりとか、そこら辺俺、あ、そうっすね。ボーチェ事情がさ、幹部じゃない人は、うん、幹部のミーティングに絶対、もう割り振られて、まあ、そこで個人ミーティングだったりは、みんな開いてる。あ、そうなんだ。へぇー。僕はそのマネージャーチームなんですね。反抗とかしてない？いや、してない、してないですよ。してないです。そうっすね。あ、本当に？そうっすね。こっちは。あー。なんだろうね。やっぱり、新店だからこそこう、一致団結してる。あの、右って言ったら右だし、左って言ったら左だしっていうところで、まあ、みんなでこう底上げっていうか、みんなで頑張ろうねっていうところとか、まあ、みんなで一から作ろうねっていうところに関しては、新店ならではの楽しさがやっぱあるのかなっていうところはやっぱあるよね。難しそうです。新店ね、大変だよ。大変ですよね。大変大変大変。めちゃくちゃ。大変だけども楽しいよね、やっぱ。大変な分で。作り上げるのがなんかめっちゃかっこいいですね。確かにね。そうだね。はい。おー、僕はもう、空也総支配人ですかね。困った時に、頼るのも空也総支配人です。いや、俺も好き。ですよ。俺も好き。男って感じです。いや、そうだね。かっこいいよね。マジかっこいいですよ。俺も、一緒にあの、ご飯行かせていただいた時があったんだけど、いや、かっこいいわ。いや、でも、あの方がついていった間違い、ね、ないよね、絶対ね。うん。そう思います。ね、努力家なんだ。そうだ。おう、逆にね。いやー、やっぱり、我らが、レイと主任でしょ。レイと主任でしょ、やっぱり。やっぱレイと主任は、俺が入って、やっぱりもう一番最初に、一人で主任を張ってたっていう。ところで、やっぱり、みんなが尊敬される先輩だし、俺も一緒に二人三脚で、新店だしっていうので、幹部が今二人しかいないっていう状態で、まあ、頑張ろうって、今思える存在。だからこそやっぱりデートしてるのが好きですね。好きですか。好きです。あ、やばい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 。あ、俺これ聞きたかったんだよね。経験人数。ちょっとやべえっす。それ来るんだ。これ P? 本当にそれ来るんだ。そうなんだ。すごいね。ちょっといいですか。逆に返してる。逆にね。逆に経験人数。あー、やばい。やばいやばい。やっぱね、やっぱこう、人生経験豊富だから、そうっすね。もう27年間生きてるから、そう、でもいいだけ逆に遊んできたからさ、もう逆に別にいいっすよね。そう、もういいです。そう、自分の売り上げを考えてたんですけど、ちょっと。幹部はお店の売り上げを上げないと僕がなってる意味がないんで。そうだね。幹部になった以上はそのお店優先で、お店売り上げるために他のキャストさんにアドバイスとか自分なりに出してみたり。なるほど。やっぱりそこが課題です。あ、他のスタッフの面倒もしっかりそう見てちゃんとやってあげるとか、はい、素晴らしいです。寝ないらしいです。寝ます。あ、寝る。めっちゃ寝ます。めっちゃ寝ますけど。そっか。不安とかあればね、いっぱい相談してほしいです。なるほどね。僕もね、やっぱ、新店で、幹部がね、二人しかやっぱ、いないっていうところで、やっぱりまあ、レイト主任の、まあ、右腕になるっていうところもやっぱそうだし、歩夢くんと一緒かも。まあ、自分のことだけじゃなくて、後輩のこともしっかりね、気にかけてあげたりとか、しっかり面倒を見てあげるっていうところも、まあ、これからどんどん、ね、やっていかなきゃいけないとこではあるよね。もう覚悟してます、ね、そうだね、はい、大変なんだろうなっていう。ちょっと盛り上げていきたいよね、やっぱね、うん、まあいけるよねっていうところだよね、うん、あー、はいはいはい、言ってくれてますね。いや、もう自分でも、うん、そう言われたからには小井さんと戦いたいなって。お、まあそうだね、思います。俺もそうだね、はい、もう
そうやって言ってくださるからにはね、やっぱしっかり戦って表彰台を来るイコールポイさん戦えってことです。ボーちゃん、ボーちゃん、そうだね、数字見ろと、数字見ながら、そうだね、あのもう来年はねしっかりあの表彰台を狙っていきたいなって思ってます、はい、そうです、だからしっかりそこは意識して歩み取るので、頑張る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 。来年 KG プロデュースの年間表彰台も狙う2人、グループ9から新たなスターホストが誕生する未来もそう遠くない。終わりたまりましたけど、最後まだあったんだ、最後あった。目標っすか。目標、僕1個ありますよ。そう、1月バースデーイベント打つんですけど、はいはい、どうしてもあります。おお、1月に、はい、でも狙ってますよ。あ、そうなんだ、はい、あ、意識してるんだ。じゃあ逆に俺は来年表彰台、うん、僕曲がりたいんで、ね、本気で頑張る、本気でね、打ちたいよね。